はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日こちらハイエースですね、200系ハイエースで、こちらのねハイエースなんですけどね、1年ぐらい前にまあうちから買っていただいたね車ですね。でまあ定期メンテナンスの方でね入ってきてます。まあ、内容的にはね、まあ、いつも通りの内容になると思いますね。納車の時に結構いろいろ変えたんですよね。まあ、最後のちょっとおすすめ動画の方に上がってくるようにしておきますけど、結構ねいろいろ変えたんで、あんまりやることがないっていうね、逆に、まあ、そういうパターンになっちゃってます。まあ、とりあえずはねこちらのハイエースのメンテナンスの方今からやっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、今から作業やっていきますね。まずは定番ですけど、スラッチナイザーですね。こちらの方を施工していきます。でこちらのねオイルの方を抜いて、でエレメントですね。このタイプがねちょっとねこうエレメントの場所がよろしくないんですよね。アンダーカバーをね全部取ってしまえば別になんじゃないんですけど、アンダーカバーがついてる状態でやるとね、アンダーカバーがねオイルまみれになるっていうので、なかなかね悪いです。まあ下側のねドレーンみたいなのがついてるんで、それをすればいいんですけど、サムさんめんどくさいからね、もう大体いつもそのまま取っちゃうっていう感じですね。でこちらの専用のジグを装着したら、こちらスラッチナイザーですね。機械で、まあ、エンジンのフラッシングをするっていうところです。でエンジンが温かい状態、熱い状態でやるっていうのが一番ベストなんで、大体ねやるときって入庫してすぐとかの時が一番やりやすいんですよね。まあ、熱い状態なんで、まあ、それか他の作業でねエンジンかけとくようなことがあればその時にやると。で終わったらねこういう風に溶剤の回収ですねをしっかりとして、でその後にね遅効性のねフラッシング剤と金属の摩耗を抑えるっていう効果のあるこちらの添加剤ですねを入れていきます。ですのでスラッチナイザーでね取りきれなかった等汚れっていうのをさらにねこちらの遅効性のフラッシング剤でね取っていくと。で次ですね、ブレーキ液交換、まあ1年前にやってるんでね、まあちょっとはね変色してるかなぐらいです。でまあそんなにねまあ、2年ぐらいするとちょっと黄色みが強くなるかなっていうところですね。でそれ以上になると結構茶色っぽくなったりとか、もっと持っていくと黒くなったりとかね、そういうのもありますけどね。でしっかりとね交換の方をして、でねこぼれたフルードに関しては水で溶けるんですよね、これ。だから水かけてやるのがいいです。パーツクリーナーより水の方がいいですね。でこんな感じでかけてやって、交換後はね透明になりましたね。で次ね、ウォッシャー液です。もうすっからかんですね。働く車系って基本的にウォッシャータンクってやっぱでかいんでね、いっぱい入るんですけどね、これが空になるぐらい使う人っていうのは多分めっちゃ使うと思うんでね、これないならないで便利が悪いんじゃないかなって思うんですけどね。で次、燃料添加剤。こちらね、ガソリンの方のね、ハイエースになります。まあこの添加剤自体はね、どっちでも確か使えたと思うんですけどね。で、こちらのね、添加剤の方を入れていきます。これでね、燃焼室の掃除をします。で一番いい使い方はこれを入れて、次の燃料を給油するときにもう1回ねこの添加剤入れると 90% ぐらいね汚れが取れます。まあどこのメーカーでもそうなんですけど、大体なんかそういうイメージらしいです。で次、こちらクレベリンですね。まあ室内が大きい場合はね2本挿してやるっていうのが一番いいんですよね。例えばワンボックスとかこういうハイエース系っていうのはクレベリンのカートリッジを2本挿せるんですけど、まあこちらはねサービス施工なんでね、もう1本のみで対応するっていう形です。でこちらでね、車内のね、まあ、殺菌と消臭、まあ、消臭効果の方でね、やるっていうイメージの方が大きいのかなっていうところ、まあ、殺菌能力もこの密閉でやるんでね、まあ、いいとは思います。で、次にね、デフオイルですね。まあ、意外にね、やっぱ働く車なんで、距離は乗ってたんでね、まあ、汚れはそんなにね、汚れてないですけどね、てっぷんはまあ、ちょっとついてるかなっていうイメージでした。で、まあ、依然としてね、デフオイルのね、手に入りにくいっていう状況はね、相変わらず続いてるかなっていうところです。次はね、こちらバック球のね、LED をします。で、右側はね、バックフォグになってるんで、まあ、こちら側しか買えないっていうね。だから2個セットで買うと1個使わないっていうパターンですね。でね、しかもね、T16 だったかな、確かだったと思うんですけど、バックフォグはね、T20 かなんかだったと思うんですよね。だからまあそんな感じでサイズが違います。で、次ね、ナンバーと、これ持ち主の方がね、ニーハオ紹介 LED に交換してたんですけど、バックの入れた時のバックのね、ナビのモニターにね、なんかノイズが走ると。んで、ちょっと変えてくれっていうことなんで、ジャパニーズ LED にね、交換します。で、コイト製のね、LED バルブの方にね、交換をしますね。で、こちら交換したらね、ノイズは走らなくなりましたんで、バッチリかなっていうとこです。OK ですね。で、次ですね。次は下回りのね、塗装ですね。で、こちらですけど、まあ、1年前にも塗ってるんで、まあ、ほとんど剥がれてないと。で、じゃあ、まあ、やらなくていいかっていうと、まあ、やるんだったらやった方がいいに越したことはないんですよね。で、まあ、タイヤが回る軸の周りっていうのは、やっぱりどうしてもね、石が飛んだりとかするんで、まあ、そういうので剥がれてるっていうのもあります。で、まあ、定期的に塗ることでね、まあ、下回りの状態を、まあ、いい状態に保つっていうのもあります。で、こちらね、水性の塗料でね、空気中で、ね、飛んでしまうとね、もう結構ね、ただの埃みたいになるんで、車についてもね、洗うとね、普通に取れるっていうね。まあ一応基本うちの場合はね、最後にね、磨きをほとんどしてるんで、まあね、もしね、ついてたとしても、そこで取れるっていうところなんですけどね。で、次、エアコンメンテナンスです。ね、吹き出し口温度はね、12.3 度ですね。で、こちらね、ガス規定量、700g。で、入っていたガスがね、550g で、150g 少ないっていう結果になってます。まあ、ガスはね、どうしても漏れてなくてもね、自然に減っていくっていう部分もあります。で、満タンに入ってれば入ってるほどね、内圧高いんで、まあ、それだけ減少率も高いのかなっていうのもあります。そしてね、1本前のね、動画でちょっと触れたんですけど、まあ、エアコンのメンテナンスで、まあ、カーエアコンリフレッシュっていうので、まあ、エアコンガスを回収して、まあ、その時にね、ガスを再生するからガスの純度が上がると。で、あとその時にね、まあ、若干のコンプレッサーオイルが抜けてくるっていうのがあるんですけど、それをね、話をまあね、前回の動画で多分してるんですけどね、今回ね、まあ、この編集をしてる今日の日に、電話かかってきたんですよね。岡山県の人って言ってたんですけど、まあ、うちの動画を見てて、うちに出したいけど、まあ、なかなかね、出しに行けないから、まあ、近隣のね、お店で、まあ、エアコンメンテナンスをするっていうところをしたっていうね、予約をしたみたいな話で電話かかってきたんですよ。で、それでね、なんかまあ、ね、その、エアコンメンテナンスっていうのはね、全部その、YouTube でやってるのと同じ内容ですかっていうね、ちょうど質問されたんですよね。だから、まあ、一本前の動画をね、その、昨日の動画を見てくださいっていう風に言ったんですよ。で、まあ、それでね、まあ、そこだけでね、まあ、終わっちゃうわけにもいかないんで、まあ、一応ね、説明をすると。で、まあ、販売店側がね、まあ、要はやってる施工店が、まあ、エアコンメンテナンスとフラッシングの区別がね、ついてる人もいれば、多分ついてない人もいるんですよね。だから同じようなことをやってるっていう、売り手側が思ってるっていうパターンもあるみたいです。で、機械がね、まあ、同じような機械でなければ、おそらくフラッシングするっていうことはできないと。で、お店側がね、エアコンガスのね、リフレッシュをすれば、コンプレッサーオイルも出てきます、みたいなね、感じでね、一緒になってます、みたいな感じで言われてたというふうに言ってました。で、一般的なよその機械でも、回収をかければね、オイルですね、まあ、出てくるんですけど、じゃあ全部出てくるかっていうと、全部はね、出てこないですね。過去にもあったんですけど、今うちのお客さんとして来ている方がいるんですけどね、まあ、量販店で、ね、まあ、その量販店にね、出すときにね、ガスを回収すれば、オイルも全部出てくるんで、ね、施工をね、すれば、まあ、フラッシングみたいな感じになりますよ、みたいな感じで言われたっていう人が過去にいたんですよ。で、それでね、施工したら、なんとね、オイルがね、0cc っていう結果になったっていう、出てこないと。じゃあ入ってないのかっていう話になるじゃないですか。まあ、そんなことはないんですけどね。で、それで疑問に思ったその人は、まあ、うちのお店に来て、じゃあフラッシングしてくれって言ったら、まあ 100cc ぐらいはやっぱり出ましたもんね。っていうのもあるんですよね。だからまあ販売店側もね、よくわかってないっていうパターンはね、多々あります。で、今回のね、そういった問い合わせの中でも、だから、その販売店の方が多分ね、その意味が分かってない可能性もあるし、あと、まあ出したいっていうユーザーさん側が、ね、エアコンメンテナンスイコール全部同じって思ってるっていうのがね、やっぱ多いみたいなんですよね。だからちょっとその辺でね、まあこういう風になってるから、まあちょっと違うんじゃないんですかっていうね、まあお話はしました。まあですんでね、ユーザーさんの方にも、もし施工するお店に、まあ聞けるんだったら機械がどこのメーカーかっていうのは聞いてみたらいいんじゃないんですかっていう話はしましたね。で、あとね、まあ、例えばスナップオンのホームページとかに見て、まあ、施工の機械のね、掲載店ってあるんですけど、あれ、持ってても掲載してないパターンもあるんですよね。やっぱ載せる載せないってね、店舗の自由なんで、載せなくていいって言われたらやっぱ載せないみたいなんですよね。だからそういうのもあってね、機械はもっと全国的にあるんですけど、もう掲載すらしてないっていうところもね、あるっていう風な話らしいです。まあですんでね、本当皆さんもね、エアコンメンテナンス興味がある方多分多いと思うんですよ。で、こういうね、同じ施工をしてもらいたいっていうところを、まあユーザーさん側がね、じゃあ同じ機会があるから同じことをやってるかっていうのもまた変わると。ね、これまた一本前の動画でもちょっと言ってるんですけどね、同じ機械を持ってるところに出して30分で終わったっていう話があったんですけど、まあね、それだとね、多分やってないんですよね。だからまあその辺もありますので、ね、やっぱりこうユーザーさん側もね、よくこう確認して、まあ出されるといいんじゃないのかなと思います。で、まあ一通りのね、話してる間に作業が終わりましたね。あと添加剤を入れたら終了ですね。で、こちらね、吹き出し口温度ですけど、9度ですね。まあよく冷えるようになってます。で、次ですね。次は車の方をね、磨いていきます。まあ洗車したらね、まあまあ綺麗でした。で、色が白だとね、そんなに汚れも目立たないっていうのもあります。ただね、やっぱりこのサイズになるとね、磨くのも大変ですよね。やっぱりね、磨きがいはあるんでしょうけどね。で、働く車なんでね、やっぱりこう、結構ね、使い方がね、ざまのない人は、まあざまのないことになってるのかなっていうのはね、ありますけどね。で、磨いた後はね、次ワックスですね。こちらの方もね、しっかりとかけていきます。まあ、ワックスかけてやるとね、やっぱ撥水がね、良くなりますし、ね、触った時のね、ツルツル感はやっぱりいいですね。このワックスならではかなっていう感じですね。で、これでね、車の方をね、綺麗にして、で、あとね、中の掃除って、動画には撮ってないんですけど、まあ、基本的に中掃除もやってます。で、まあ、この汚れ方がまさに、ザ・働く車っていうようなね、感じの汚れ方じゃないのかなっていうのはね、よくわかるんじゃないかなって思います。で、結構ね、汚れてますね。で、掃除をしたらこんな感じです。まあ、傷は消せないんですけどね。でも、この車もね、車引っ張ってきた時ってめっちゃ傷だらけだったんですよ、これ。過去の動画をおすすめに出しときますんで。で、中のね、この補修もある程度してるんですよね、その当時。だから興味のある方はね、見ていただければっていうとこです。で、こちら今度ね、ホイールのね、清掃ですね。で、ホイールもね、これちょっと順番はね、ちょっとバラバラなんですけどね、前後するんですけど、まあ、ホイールを外してるタイミングでね、これ洗ってます。で、こんな感じで一回洗ったら、次はね、鉄粉をこう浮かせるっていう溶剤を塗って、ちょっと放置。で、その間にもう一枚を洗って、まあ、鉄粉が浮いてきたタイミングでね、またもう一枚を、掃除するっていう感じでね、順番にやるみたいな、そんなイメージですね。まあ、でもそんなにね、なんか鉄粉張り付いてる感はないです。ダストがね、ちょっとついてるかなーぐらいな感じですね。まあ、パッドの攻撃力次第なんで、ここは、まあ、低ダストとかをつけてやるのが、まあ、一番理想かなとは思いますね。で、これでホイールをきれいにして、まあ、作業はね、すべて完了になります。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、ハイエースの、まあ、メンテナンスでしたけど、まあ、納車の時に、まあ、かなりね、メンテナンスがっつりやってたんで、まあ、そんなにやることはなかったのかなっていうところです。だから、まあ、いつも通りのメンテナンス。まあ、距離はね、やっぱり結構乗るんで、ね、デフオイルね、納車前に変えましたけど、まあ、デフオイルぐらい変えて、あとはいつも通りのね、エアコンメンテナンスしたり、ブレーキ液変えたりとかっていうところ。まあ、ブレーキ液もね、まあ1年だとちょっとは汚れてるんですけど、まあ2年経ってるものよりは汚れてないのかなっていうところですけどね。まあ、そんな感じでしました。ただ、この車の一番のね、大変だったのはやっぱり中の掃除と、このね、車磨くっていうのは、まあ磨くはやっぱでかいんで大変っていうのが一番ですけど、中がね、とてつもなく汚かったですね。やっぱりね、働く車なんで半端ないですよねっていうところですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、一通り OK。まあ、次またね、1年ぐらい経つとまたね、メンテナンス入ってくると思うんですけど、距離乗るんで、次はちょこちょこ交換部品がまた出るかもしれないですね。まあ、とりあえずはね、まあ、バチッと綺麗になって、男前な車に仕上がったんじゃないのかなっていうふうにはね、思います。それではね、また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。